アメリカがアフガニスタンから部隊を撤退させ始めた直後米国防総省ペンタゴンはアフガニスタンがイスラム過激派と反米テロの中心地となるかどうかを監視しそれを防止するために同地域に軍事基地を探していると発表しましたこれらの基地はまた米軍の撤退後にロシアと中国共産党がアフガニスタンのタリバンの影響を受けた地域の空白を埋めることを防ぐためにアメリカに戦略的な障壁を提供することになります アメリカは中央アジアの基地への新たなアクセスの獲得をまだ確認できていませんがアメリカがアフガニスタンでの20年間の対テロ戦争のほとんどにおいてパキスタンの基地を使用してきたことを考えるとパキスタンが主要な候補国になる可能性があります米軍はこうした動きがパキスタン国内で論争を引き起こすことを恐れパキスタン国民への公表には慎重な態度をとりました またパキスタンの外務省は基地使用に関する米軍との新たな合意を公式に否定しています5月11日パキスタンのシャー・マフムード・クレシ外務大臣はイスラマバードでパキスタンの領土に軍事基地を建設することは認めないと述べましたしかし同時にパキスタンは2001年に署名された米軍に空中および地上支援を提供するための基本的な枠組みがまだ有効であることを確認しました これらの枠組みを再活性化させればパキスタンはアメリカとの関係を大きく回復しパキスタンが資金援助や戦略的利益を得るための新たな道を切り開くことになります対テロ戦争の時双方が広範な軍事協力を行うことを可能にしたのはこの航空連絡船 ALOC と地上連絡船 GLOC でした当時空路の重要な部分がアメリカのドローンの飛行経路となり ドローンはパキスタンのバルチスタン南西部にあるシャムシ空軍基地から離陸しアフガニスタンのテロ拠点を攻撃しましたしかし歴史上アメリカとパキスタンの間にはいくつかの紛争があり両国の関係には浮き沈みがありました2011年アメリカ主導の NATO 軍はパキスタンの国境検問所2つに向かって発砲し28名のパキスタン兵を死亡させ全国的な抗議活動を誘発しました これによりアメリカはシャルム・エル空軍基地から撤退し NATO の補給線は閉鎖されましたその後米軍はパキスタンでアルカイダの指導者オサマ・ビンラディンに対して残守作戦を実行しましたがこれも両国の戦略的関係をさらに悪化させました2004年の対テロ戦争協力はパキスタンをアメリカの主要な非 NATO 同盟国のレベルに引き上げましたアメリカはパキスタンにさまざまな軍事的および財政的情報と特権を与えており それによってパキスタンが国際通貨基金 IMF から融資を受けることも容易になりました1999年から2008年の間にパキスタンは国際通貨基金やその他の国際機関から総額230億ドルの融資と助成金を受け取りましたまた2008年から2013年にかけて国際通貨基金からさらに140億ドルの援助を受けています これらの資金源へのアクセスは、パキスタンがアメリカ主導のテロとの戦いを継続的に支援していることと間接的に関連しています。